はい、皆さんこんにちは。どうもロミピーです。そういったわけでね、今日はね、何を作るのかっていうと、外でもできるおしゃめしの方をね、作っていきたいと思います。使うのはこちら、ザバンということでメスティンです。また今日もメスティンでね、おしゃれなあの料理を作っていきますね。まずね、用意するのはこちらです、ご飯ね、これね、ハイサイ探偵団の、例のやつです、これね、ご飯30分以上ね、浸してある白米1合用意してます。それと、オリーブオイル用意してください。でね、今日もね、エスピットでね、やっていくんですけど、まあフルオープンにして使っていきます。で、今日はね、固形燃料は2つ、これで火をつけて、ご飯を炊いていく。でもね、ただご飯炊くんじゃつまんないでしょ。というわけでね、今日作るのがこちらでございます。パエリア、おしゃれでしょね、惚れたでしょ。そうなんです、これをね、今日は作っていくんでね、じゃあね、早速ね、具材の方紹介していきます。はい、じゃあお米入れたらね、お水入れていきます。オリーブオイル小さじ2入ります。次にパエリアの素を入れていきます。軽くなじませておきましょう。用意しておいた具材を乗せていきます。まずアサリ、赤パプリカ、黄色のパプリカ、次にエビを入れていきます。最後にアスパラを乗せてください。それでは蓋をして火にかけていきましょう。つけていきます。シャッカー。それじゃあ火にかけていきましょう。じゃあ本日はこだわりレモンサワー、レモン堂の塩レモンいただきます。本日も皆さんお疲れ様でした。乾杯。それではパエリア完成です。食べていきたいと思います。はい、じゃあね、そういったわけでパエリアできました。ババーン。やばない、やばない、これどうよ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 ってわけでね、じゃあね、早速食べていきたいと思います。いただきます。いや、もうね、具沢山、やばくないこの感じ。さっきね、焼いてたチキンも乗せてます。でね、アスパラ、エビとか超うまそうなんですけどね。さらにね、アサリもね、しっかりと口をパカッと開いております。じゃあね、早速いただきます。まずじゃあね、エビ、うまっ。
もう分かる、このご飯の感じ、この感じ分かる、超いい感じに炊けてんすよ。いただきます。うん、めちゃくちゃうまい。いやもうこんなうまい中もうさ、これしかないでしょ。もう一本いきます。すぐ開けてね。本日も皆さんお疲れ様でした。乾杯。くー、はい、そういったわけでね、こんな簡単におしゃめし作れるんで、皆さんもぜひ作ってみてはいかがでしょうか。それではまた。